違いがあるかな。出かけるわよ。なんかそうだな。そうでしたね。最初はプラフタの魂を探すために手伝ってもらって、けど今は夢の核とかグロールとかエルビーラを助けるために動いてますからね。私たちさ、夢を叶える準備ができるって聞いてこの世界に来たのにね。まさか世界や神様を助けようとすることになるなんて夢にも思わなかったよ。違いねえや。けど嫌だなとか騙されたなとは感じてないんだ。だってここでエルデビーゲやエルビーラ様を救ったら私たち英雄ってことじゃん。世界を神様を救った英雄になれるなんて、それってすごいことだと思わない？え、けどよ、もいいじゃん、みんなで思い出話として話せるんだから。アレット、それは不可能だ。我々が帰る時代はバラバラなのだからな。あ、そっか、元の世界に帰るってお別れってことなんだよね。まあそれは今考えることでもねえだろ。俺たちはまだ世界そうだよね、帰るとか英雄なんて話はまだ早かったか。っていうかよくよく考えたら英雄なんて肩書き私には似合わない気がするし、世界一の調達や一流の商人って呼ばれる方がアレットちゃんは嬉しいよね。そうそう、そっちの方がいい英雄よりも商人か。どう思うよビーボルト。あれ、錬金術師、それがたとえ歴史に残る物語にはならなくとも、私は生涯忘れはしない。ああ、俺忘れられるわけありません。だって大切な思い出なんだから。絶対私たちの力で救おう。いつまでも何度でも思い返せるようにね。そうか、こいつが元騎士だってことを知らなかったのか。大昔の話だから。んな昔じゃねえだろうが。こっちに来たのだ。オリアスさんの方がこっちでの時間長いんだ。ああ、こいつが来たこ、俺様レベルに頼れる用心棒が。超用心棒って何？聞いたことがない。いつ転職したんだ？気にしねえで流せ。とにかくそおかげで俺様への依頼も。いや、右も左もわからない私に職を紹介してくれて
あの時のことは今でも忘れない。恩人である以上やはり。ああ、最初に言っただろ、そういうのいらねえからマジやめろ。なんかこうむずがゆくなるんだよ。うん、先輩がそう言うのなら。だからやめろって。二人とも仲良しなんだな。荒れてるね、オーリアスさん。何か嫌なことでもあったの？別に。あの客、しかも出発寸前にだぞ。それは気分悪いよね。そのお客さん失礼だよ。だろ？お前もそう思うよな。俺様の方が用心棒経験豊富だし、人気だ。でもディーボルトさんもよく引き受けたね。オリアスさんが怒って。あ、いや、あいつらの前では怒ってねえよ。客が雇う用心棒を選ぶのに。え、そうなの？用心棒を雇わなきゃいけない状況ってことは、自分の命をかける選択をしなきゃならねえんだ。その選択に選ばれなかったからって客に。お、なんかすごくまともなこと言ってる。客の前では我慢したがな。ムカつくもんはムカつくからだよ。あくそ、今日は。子供みたいな人だな。でもオリアスさんが人気な理由ってこういうところも含めてなんだろうな。向かいますか？出発ですね。なあ、頼むよラミゼルさん。わあ、はいはい。それじゃあ町長さんに話つけとくから待っててね。あのね、ラミゼルさん、また花の植木鉢作ってくれないかしら。錬金術が必要なら私じゃなくてプラフタかソフィーに頼んだ方がいいわよ。ラミゼルさんのがいいんだけどな。形がすっごい斬新で気に入ってるし。ああ、もうしょうがないわね。近いうちにどうにかするわ。はあ、やっと解放されたわ。みんな遠慮なくいろいろ頼んでくるんだから。うん、見てたからわかるよ。みんな本当に遠慮なかったね。前までならまだしも、今はプラフタさんが町長やってるんだからそっちに頼んでほしいわ。でも全部引き受けてたよね。まあ頼られたら断れないし悪い気もしないのよね。とはいえ無限に断る気はないけれど、何でも引き受けちゃう癖は直さないとな。そっか、昔から頼まれると断れない性格だったんだね。昔から？それってどういう。嘘、冗談でしょ。それって私ずっと直らないってことじゃない。頼りにされてるってことだからすごいと思うよ。いや、それはそれで大変でしょう。まったく、私はそんな万能じゃないってのに。けど今のうちに少しは錬金術の修行もしておいた方がいいかもしれないわね。
しい。また来てね。まあ無理だろうね。そんな話があれば真っ先に僕が飛びついてるし。だよね。そう簡単に儲け話が転がってるほど世の中甘くないってことだね。仕事の話じゃないっぽいかも。あれ、いらっしゃいソフィーさん。何か入り用かな。ううん、近くに来たから寄ってみただけ。またお金の話してるの？当然、だって商売人だし。そうだ、ねえねえソフィーさん、そろそろまた失敗作が溜まってる頃だったりしない？そんなしょっちゅう失敗しないよ。そっか、だとするとしばらくはコツコツと普通に商売するしかないかな。っていうかさ、失敗作じゃなくて成功作を売った方が絶対高く売れるんじゃない？そりゃそうだけど、失敗作じゃないと仕入れるのにお金かかっちゃうでしょ。まあさすがにタダでは渡せないよ。私もね。じゃあさ、アレットも錬金術を教わるってのは？それなら自分で好きなだけ商品開発できるし。それだ、その手があった。私が錬金術師になれば自分で作った商品を好きなだけ売ることができるんだ。そうそう、失敗作は僕が引き取って売れるからお互いにいいことずくめだし。え、それピリカさんだけ何もしてないような。時は金なり、善は急げ。早速行動を始めなきゃね。だね。ソフィーさん、師匠、どうか私を弟子にしてください。弟子なんてとんでもない。私だってまだプラフタに教わってる身なのに。そんなこと言わないで。ね、お願い、お願いします。分かった分かったよ。今度アトリエに来た時にちょっとだけ教えてあげるよ。やったー、ありがとうソフィーさん。私超超頑張っちゃうから。ちゃんと教えられるかな。いや、あの職人の作る剣は美術的価値が高く実用性はない。だがそれは間違いだ。以前の仕事ではディーボルトさんどうしちゃったの？ソフィーさん見るの初めてだった。だから一度語り出すと止まらなくなるんだよ。そんなに武具に対して詳しいんだ。やっぱりいろんなの見たり使ったりしてきたのかな。